和桜と名付けられた淡い桜のボディカラーに、和や木、未来を思わせるシャープなフォルム。その車の名前は NCV、 ナノセルロースビークル。植物由来の新素材セルロースナノファイバーを自動車部材に適用する実証プロジェクトの成果として生まれました。プロジェクトは22の機関が参画。2016年度から CNF を活用した自動車部品等の製品開発、さらに各段階の性能評価や CO2 削減効果の検証に取り組みました。車を作りまして、13個の部品に CNF を入れて、仕上げたんですけれども、車全体としての重量が、標準的な車よりも 16% 軽量化できた車ができました。それによって燃費が当然向上しますので、 CO2 の削減効果が非常に大きなことが分かりました。それがその NCV プロジェクトの一番大きな成果だと思っております。バイオエコノミー、あるいはサーキュラーエコノミーという新しい経済概念があります。それは地球環境とか生物圏と人間の経済活動をどのように折り合いをつけていくか、そういった新しいものづくりを具体的に示したのがこのナノセルロースビークルだと思ってます。2001年ぐらいに高強度の材料ができると、セルロースナノファイバーを使って、で2003年に透明の繊維強化材料にもなるっていうのが分かって、そうすると鉄に変わるようなものができてきたり、ガラスに変わるようなものができてきたんで、木材から生まれたこういう自然由来の素材を自動車という日本が非常に強い産業に使っていくというところが、環境負荷を考えた上での社会戦略として非常に重要なファクターになってくるんじゃないかなと思ってます。でイメージとしては裏山から車ができる時代が来るとか、やっぱりその矢野先生の強い思いがありましたので、22の参画機関が集まって4年間でみんなでその部品を作って車の評価をしたということであります。それは各社の技術開発力を生かし、かつてない規模で進められました。インテークマニホールド、エアコンケース、インストルメントパネル、メッキ部品、エンジンフード、 CNF サブフレーム、シートクッション、パケトレフロントカバー、その一つ一つから CNF の新たな可能性が見えてきました。車の世界ではその嬉しさっていうんですけど、きちんと作って評価して嬉しさがどこにあるかっていうのをみんなでこう納得して進めていったと。嬉しさの一つはもちろん強度剛性が上がるので、その分製品としての薄肉化ができると。だから部品としては非常に軽い部品になる。でそれが車にとっては一番嬉しいところなんです。13もの CNF 部材を搭載した試作車がいよいよ完成。その主な特徴を見てみましょう。軽くて強いというのがセルロースナノファイバーの一番の特徴なんです。 100% でセルロースナノファイバーだけでとても強い材料を作っています。それは自動車のボンネットに鋼鉄の部材の代わりとして使いました。一番やはりマーケットに期待されるのは、セルロースナノファイバーでプラスチックスを補強していろいろな形状に加工できるようなものにしたい、射出成形であるとかブロー成形であるといったような成形技術がありますが、それについてはドアの外側、それから内側のドアトリム、ブロー成形によってスポイラーを作ったりということにしています。透明なその材料を作ることができる、これはナノの特徴なんですね。サンルーフのところであったり、バックウィンドウであったりというところに使われています。新しいものづくりの形として 3D プリンティングというのは非常に今関心を持たれている作り方ですけれども、セルロースナノファイバーを入れた樹脂の粉末を使いますと 3D プリンターに応用することができるんですね。実際にはホイールのフィンの部分、そういった非常に細かな複雑な形状をしているものは、このプロジェクトでは 3D プリンティングによって作っています。車の部品だとか部材っていうのは小さいものから大きなものまでいろいろあるんですけれども、
小さいものは比較的簡単にできるんですが、大物の部材となるとやっぱりその平面性をきちんと出すだとか、あるいは表面の平滑性ですね、それをきちんと出すことが非常に難しかったという印象です。 NCV プロジェクトの成果には多くの期待が寄せられ、 CNF 素材の持つポテンシャルが実証されました。やっぱり本当に車ができて走るところまで行ったんだっていうのは皆さん驚きを持って受けてくれてて、やっぱりそこまでの技術力を見せることができているっていうことは良かったですし、またその自動車のプロの方にもですね、実際にその塗装していない形の部品もその場に展示してあったので、それを見せると、あ、なるほど使ってるねということで理解していただきましたので、訴求効果は非常にあったんじゃないかなと思ってます。 CNF が今後社会実装をされていくためのスタート地点に立った、次世代の大型産業資材になるっていうためには、これから異分野の人たちが集まってきて折り合いをつけるのは大事なんです。こっからが勝負だということを思ってますので、これで決して終わりではなくて、どんどん進化していきたい。いいものができたから持ってこいっていう世界じゃなくて、やっぱりその材料が使えるように僕らも苦労するから頑張るから一緒になってやっていこうっていう、そういうオープンイノベーションのスタイルでこの材料はこう育てていかなければいけない。CNF 素材による脱炭素社会の実現、その未来は私たちのすぐ手の届くところにあるのかもしれません。